どうも、こばやんです。今回はブルーオース、動画でやっていきたいと思うんですけれども、 Windows 版がブルーオースってあるんですが、あれって毎回ログイン認証を求められるんですよね、スマホの。正直それがめんどくさくて、エミュレーター使いたいなと思ってたんですけど、前自分がよく使ってたエミュレーターがあったんですけど、それでやると AR 対応しなくてできなかったんですよね。今回は別のエミュレーターだと対応しているので、そちらのエミュレーターの紹介をやっていきたいと思います。まずは公式サイトに飛んでいただきます。URL は概要欄に記載してありますので、そちらから飛んでいただければと思います。次に LD プレイヤーをインストールしていきます。基本的にここ2つあるんですけれども、 Android 7.1 の最新の方を使えばいいかなと思いますので、 LD プレイヤー 4.0 の方をクリックして、まずファイルを保存していきます。この辺はなんか他のインストールするものと変わらないかなと思います。そしてそうしたものを開いていただいて、インストールを始めていきます。そしてインストール完了までしばらく待ちます。ちょっと動画では飛ばします。そして、インストール完了しました。これでスタートを押すと自動的にエミュレーターが起動されます。で、少しセットアップで時間かかるかもしれないんですけど、ということで起動完了ですね。そして簡単にですが、操作方法の紹介だけします。基本的にスマホをマウスで操作する感覚で思っていただければといいかなと思います。あとこの辺にいろいろとアイコンあるんですけれども、ここで縦にしたりとかっていうこともできますし、あと位置情報設定とか、基本的にゲームする分には、この辺はあまりいじらなくてもいいかなと思います。あと普通にスマホでできるような画面録画とかも普通にこの辺に機能がついています。あとは左クリック長押しするとタップ状態になるので、こうやってアイコンの操作とかも普通にできます。ということで、次にゲームのインストールをやっていきたいと思います。そしてまずゲームをインストールする前なんですけれども、まず VT バーチャライゼーションが有効化されているかを確認します。確認方法なんですけれども、上のここですね、このメニューボタンを押してもらって、診断情報というところをクリックしてもらうと診断情報が出てきます。で、この中に VT っていう項目があります。こちらが有効になっていれば OK です。もし有効になっていなければ、 VT の有効化手順の説明を概要欄に URL で貼ってありますので、そちらを見て有効化していただければと思います。ということで、これでゲームをインストールしていきたいと思います。で、インストールなんですけども、この LD ストアからインストールしていけば OK です。ここから、ダウンロードしたいゲームを探していただき、今回このおすすめのゲームの中にもブルーオースがあるので、ここからインストールしていきます。ここで行くと Google Play に行きますので、 Google Play でログインをこれでしちゃいます。ここはちょっとここに情報入ってるので、省略しちゃいます。それとですね、インストールしている間に、あとエミュレーターの方の設定、もう一つやっておきたいことがあります。メニューから、設定開いていただいて、詳細設定ですね。で、CPU と RM、こちらが4コア、推奨になっているところになっていればいいと思うんですけれども、こちらにしておきます。ということで、インストールの方も完了しましたかな？完了したかな？完了しましたね。これで完了したので、あとは開いて
ゲーム内設定をやっていきます。ということでゲームの設定完了しました。まあ、無事、普通に動いてますね。そして 3D の表現非常に綺麗ですね。いやちょっと前エミュレーターでやるの諦めたんですが、ちょうどねこの話もらってやってみて本当良かったなと思います。ということで今回ブロース初イベント来てるので、まあ、せっかくなので、イベントやっていきたいと思います。基本的にはなんかあるのって、まあ、探索でのガチャ、まあ、正直伊藤奈々さんのシャルホルス欲しかったんですけど、まあ回せないので、まあちょっとダイヤとか貯めて10連ぐらい回したらいいなとは思ってるんですが、ところですね。まあ、とりあえずイベント回帰の方やってみたいと思います。今回は、まあ、ストーリーは、まあ、ささっとですね、ささっと終わらしちゃって、なんかそれ出てくる特別回帰ですね、そっち挑戦していきたいと思います。はい、とりあえず物語はささっと終わりましたね。まあこの辺はおまけみたいなもんですからね。でこっからですね、正直どのぐらいやれるんかなっていうところが気になるところっすよね。とりあえずやってみるしかないのかな。はい、ということで出撃行っています。でイベント会議やって思ったことが、俺てっきりその最初は手動でクリアしていかなきゃいけないのかなと思ってたんですけれども、どうやらもう最初からオート戦闘を使えるようなので、基本的にあれですね、もうイベント回帰時間との勝負とかそんな感じになってきてますね。でね、もうこれだいぶ、まあ、そこそこ進んでるんですけど、もう結構ここしんどいんですよね。基本的にこっち一撃食らうとなんかほぼワンパン大破もらってるんですよね。ただどこでもどの海域でも、まあ、そのグナイデナはもらうためのパープル勲章でしたっけが、まあ、クリアでもらえるので、もうとにかく自分が行ける海域をぐるぐる回ってパープル勲章貯めてグナイデナと交換でいいのかなっていう感じですかね。イベント自体はなんか最後まで行けるとなんかランキングみたいなのもあるらしいんですが、まあ、自分の実力だとまあそこまではいけないので、まあ毎日コツコツ、まあ、パープル勲章を貯めていって交換できるようにする感じになるかなっていうところですね。一戦終了ですね。で、結局、自分の限界っていうのがまあここまででしたね。まあ、できればここ3の部分ってこの何でしたっけ、新機関のアンドレア通りや、これドロップするんで、まあこの3の部分回れる方がいいんですが、ちょっとこれ回れそうにまだないので、まあ、ちょっと、まあ、様子見ながら。まあ、レベル上げつつ、まあ、ここをクリアできるようになれば、まあ、一番パープル勲章貯めやすかったりするのかなってところで、まあ、ちょっとこれから、頑張りたいかなと思います。さてなんとか10枚貯まったので10連だけやってみたいと思います。まあ出ないと思うけど、まあでもここで運使う、うん、まあここで運使ってもらうのどうなんだろう。まあとりあえず10連いきまーす。あ、よし、では改めてさあどうかな。うん、まあ正直どこでもいいんだよなと思っちゃうね、これね。さあ演出、お熱い、とりあえず SSR 確定と。
え、マジ？巡洋戦艦シャルンホルスト、いつでも指令をどうぞ。外で。今回の任務の難易度についてはもう万全の準備を整えている。上官殿はご自分の判断で最も適切な命令を出すといい。マジか。なんだろうね。いや嬉しいんだけどさ、ここで運使うかっていう感じだよね。まあ、とりあえずあざっす。こんにちは。あ、地味に総流突できるんでありがたい。総流と申します。ということで、いや、まさか呪霊出すとはな。やらかしたわ。マジでやらかしたわ。させるには有効な宣伝材料が。これ3D で見るとあれだな、地上だな。ということで、今回、まあ、ブルーオース、まあ、LD プレイヤーを使ってやってみた動画でした。まあ、今回ブルーオース、まあ、操作的なところは、まあ、あんまりなかったんですけれども、仮想キーを使うことで操作ほんとしやすくできるので、一応これ仮想キー設定して手動でもできるようにしてるんですが、まあ、ちょっと今回自動だったので、まあ、やってないんですけれども、まあ、できますので、そういう対人ゲームとかも非常にやりやすいかなと思いました。もし興味ある方はぜひ概要欄に URL 貼ってありますので、ダウンロードしてやってみてください。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。艦隊内のだらしない空気の発生源は主にここのようだな。